さんこんにちは、くるみです。今仕事が終わって歯医者さん来て、ほんで家帰ります。歯医者さんから帰ってきました。こちらの方をまた購入してきました。TOEICの3ヶ月後なんですね。だから買っときました。こっちが美白用で、こっちが歯周病のやつ。これすごい良かったです。3ヶ月ごとに行ってたんですけど、歯周病がひどくなっとるって言われて、1ヶ月に1回来てくださいって言われたんですね。でその時にこちらに変えたんです。こちらとこちら購入して、そしたらすごく良くなってきて、こっち歯茎がキュッと締まっていくのが分かって、でこっち使うようになってから、あ、だんだん良くなってきてますねとかって言われて、で今は3ヶ月に1回になりました。で着色とかもこっちですね、まあこれ使っとるせいか前より綺麗ですって言われて、ほんで私はこちらの糸ようじを使ってるんです。糸ようじっていうんかな、これピュってこうやって出して、これぐらいまでの長さでこう切るとこがあるんで、スッと切って、でこれも歯医者さんで前に購入したんですけど、これにつけるんです。でこれでこうやってやっていくんですね。市販のやつもこうやってあるんですけど、これやったらなんかどうしてもなんかここが痛いっていうか、今もう綺麗にしてもらってるから良かったんですね。この糸っていうか、これ。そしたら今から買い物に行かないといけないので行ってきます。そしたら行ってきます。そうしたら今帰ってきました。パッと紹介して、今日はもう本当にまた変な時間。夜ご飯は私今食べます。もう今2時半ぐらいなので、今昼食べてないんですね。何も朝食べてこの時間なんで、お腹空いたら、昨日もそうだったんですけど、豆腐、納豆、トマト、それでも足りんかったらサバ缶食べようと思います。なんか梅干し、今日はうちの晩ご飯はカレーうどんです。シャビンさんはもうこれだけ食べるんで2人前、私はこれの半分、冷凍したやつがあるのでそっちを食べます。今回もこれが安くなっていたので、今サラダ作って食べます。これだけです。そしたらこれ冷蔵庫に入れてちょっと片付けます。そしたらカレーうどんできましたのでいただきます。あとサラダとこれを食べてきます。いただきます。マイクつけてるので咀嚼音入ると思います。多分野菜からいただきます。私きゅうり大好きなんです。美味しいです。今日はごまドレッシングをかけてます。今もう3時近いんですね。で変な時間やからまたご飯、ちょっと今日は仮眠しようかなって思ってたんですけど、ご飯食べてからシャワー浴びて洗濯して、そんでからやっとったら多分もう夕方になってしまうと思います。なんかマイクつけてご飯食べてるからどんな感じで聞こえてるんでしょう、すごい気になる。
今日仕事終わって全然気づかなかったんですけど、会社から着信入ってて、これあれ足らんかもしれん、カレーのルー、てか麺多かったかな、私これの半分でよかったかな。まだやっぱりコロナワクチンのこと言われて、美味しいです。話飛び飛びになって申し訳ないんですけど、これ本当の天かすとカレーうどんの時は麺つゆ入れてます。麺つゆちょっと入れて、ほんで水で薄めて、ほとんど具とかないんですけど、カレーのルーが足らんで、あとチャリンさん食べなあかんから、あの人これの倍食べるから、今日ご飯炊いてないから。生卵をつけるの忘れてました。そう、生卵もつけるんですね、カレーうどんの時は。もうこれでカレー最後です。3日間食べたかな。あ、ちょっとまろやかになりました。ほら、あんまり美味しそうには見えないと思いますけど、早く売ってほしいみたいな感じやった、どうも。で、2回目の時は仕事休めるみたいです。何曜日にしようかなと思って、3週間後、1回受けて3週間後に休めるみたいやから、人によるみたいですけど、やっぱ熱とか出たり体調不良を起こしたりする人がいてるから、仕事は休んでもいいみたいです。で、この間も見せたと思うんですけど、これ結構経ってるんですね、もう何日前かな。ほんでこっちが昨日売ってきたとこです。これもっと赤くなってきます。どうしよう、コロナワクチンの、ちょっとのんきに構えてたんですけど、そろそろ打ちに行かないと。私の場合いきなりパッとこうカメラ回し始めたりとかするんで、あ、今日撮ろうみたいな。ほんで今週2週3ぐらいの感じで投稿してると思うんですけど、その投稿ペースをあんまり落としたくないので、おいしい、卵入れるとまろやかになって、昨日はちゃんとマーボナス作ったんです。3日間続けてカレーっていうわけではないんですよ、飽きるから。おいしい、全部食べれそう。このきゅうりのいい音が入ったらいいんですけど、この間 YouTube 見てて、シニアの婚活、今マッチングアプリしてるんですね、シニアの皆さん。写真ではすごく加工できると思うんですね。加工できて60歳の、まあ、私の年でもそうやし、60歳70歳の人でもすっごく若返ることができると思うんです、男性も。それでその疑似恋愛っていうんですが、そのネットの LINE の中とかだけやったら、そのフィルターとかかけたら自分じゃないぐらいこう若返るし、肌も綺麗になるし、映像も見せれるわけじゃないですか。そしたらいざ実際会うと、えっていう感じにはならんのかなって今思ったんですね。あれを初めて見た時は、わ、いいやんこれって。あの、男性も女性も婚活誰か相手探しとる人は、そのアプリで写真撮って、でそれ乗っけて会ったらいいのになと思ったんですけど、よくよく考えたら、
その顔を本当の顔やって男性も女性も思ってしまって、こう妄想ばっかりが膨らんで、でどっかで待ち合わせますってなって、パッと来た人に誰々さんですかとか言われたら誰ですかみたいな、そんなんならないんですかねと思って。でも私の行ってる美容室の方がマッチングアプリで知り合って結婚しましたね。めっちゃスピード婚、びっくりしたけど、へえーと思ったけど。だから今やっぱりコロナのこととかもあるから、若い子とか年齢いってるとか関わらず、そういう出会いもいいのかもしれないですね。でも私はやっぱ普通に出会いたいです。出会うなら私はね、なんか例えばそういうの乗っけて、なんか誰かからメッセージ来て、でパッと写真送られてきて、わあめっちゃかっこいいやんと思って、でもいざ会ったらへえみたいな。なのでああいうところを利用するときは加工をほどほどにした方がいいかもしれないですね。ゆるい感じの、誰かもわからん、もう誰これみたいな、わからんぐらいに加工してしまうと、もう相手が悲しむ。逆もありきですけど、男性かてすごい加工をしてる人いっぱいいるでしょ今。若い子かな、今の私らの年は男の人って色黒くないですか。昭和の男って平成からなんか急に色白くなってません？昔は色黒さんがあれだったもんね。私色黒の人にすっごい憧れて、もう男性も女性も色黒い人の方が好きやったから、もうどれだけ色黒に憧れたか知れません。あ、ネギ入れるのも忘れてました。これネギ入れると美味しいですよ。でも今って色黒の人いてないし、あんまり若い子で、若い子みんな色白い、もう真っ白、男の子も。だけど私は昭和に生まれてすごい良かったなと思ってます。あと 5,6 年早く生まれたかったですね。今思ったらもうバブルが弾けてるんで、私ちょうど高校卒業した頃は確かそうです。あの頃って良かったなって思いませんか。昭和の自分が高校生くらいの時、時々インスタとか、まあ、YouTube でもそうなんですけど、見てる方の若い時の写真とか載せてくれる方がいるんですね。私そういうの見るの好きで、うわなんて綺麗な人だったんやろとか、いや今も綺麗なんですけど、いやみんな若い時ってすごい綺麗やったんやなと思います本当に。特にあの顔を知ってる方なんですけど、もう現在の顔をインスタグラムとか、まあ、YouTube に載せられてて、その若かりし頃の、あ綺麗や、やっぱり綺麗やなと思います。うん、可愛かったんやなとか。 YouTube されてる方でも何人か見ましたけど、めっちゃ可愛いと思って、そう思ったら、でも皆さんいい年の取り方してますよね。若々しいし、今の50代の方とか、まあ、40代後半の方とかでも。私はよく YouTube とかでシニアの婚活のパーティーとかなんかよく見てたんですね、 YouTube で。あとミヤネ屋とかでもやってて、シニアの婚活バスツアーとか、ほんでそれで参加している人たち、それぞれ男性は何を求めてて、女性は何を求めててっていうのを聞いたら、男性が求めるもの1位が家事できる人で、2位が養子。やっぱりそこそこ、うん、贅沢やなと思いましたけど3位がちょっと忘れたんですけど、で逆に女性が1位に求めたものって何やと思い
ますか？経済力なんです。なんかでもそれって分かりますよね。うーんっていう感じ。まあ、確かにと思いました。若かったら仕事もいくらでもあるし体力もあるしってなるけど、年取ってくるとそういうわけにいかなくなるから、自分も経済力ないのに経済力のない男性を求めることはないかもしれないですね。でも中には、私見た中では経済力ではなくて本当人間性、優しさとかそういうのを求められる女の人がいました。婚活のパーティーの中に来てた中でも一番若かった。私行ったわけじゃないですよ、見たんですよ。40代の方やと42か3か、まあ40代の女性の方やった。だけどその女の人の話聞いとったら確かに分かるっていうのがあって、やっぱすごい暴力的な人と付き合っとったか結婚してて、もう次は絶対優しい人がいいって言って、だけどどっちも苦労しそうな感じやったけど、その人がいいと思った男性が70代ぐらいの人で、うちの父親ぐらい当時で、持病があって僕はお金がありませんとかってはっきり言ってましたね、そのおじちゃん。だけどその40代の女の人はなんかすごい誠実そうで、そのおっちゃんのことがいい言うて連絡先交換したんやったかな。あれ、私もいくら経済力があっても暴力的な人は絶対嫌です。経済力なさすぎるのも嫌やけど、でももう嫌っていうあれじゃないしね、選べないから選べんって言ったらおかしいけど、だけど仕事もせん、もうギャンブルばっかりする、朝から酒飲む、あの仕事も行かずにですよ、そういうのはもう無理やけど、そういう人はどんな人も無理やとは思う。だけどお金があってもものすごいなんかちょっと生理的に無理やったりとか、全然話が合わんかったりとか、まあ、やっぱりすぐそのモラハラ的なことを言うたり DV 系があったりとかすると嫌です。私絶対嫌、お金がいくらあっても。それで若い頃ってどうしてもやっぱり容姿で選んでしまう部分ってあるでしょ。あ、この人素敵やな、かっこいいな、男の人かって、シニアになっても可愛らしい人が好きやって、2位に選ばれとるんやから。だけど私はあの顔は正直どうでもいいんです、慣れるから。顔はやっぱり気持ち的に優しい人がいいです。もうこれからもしそういう風に共に一緒に歩む人であれば、もう絶対性格優しい人がいいです。温厚、温厚な人がいいです。絶対、それはもう絶対条件ですね。少々の短気はいいけど、もうガーッとこう言うたりとか威圧的な態度取ってきたりとか、男の人ってどうしても女の人よりも力が強いから、いくら女の人が口でガーッと言うても、だからある程度はその暴力で返したりとか殴るとかそういうことは絶対やったらあかんと思うし、でもそれを正当化していてるでしょ、たまにそういう男の人。その人を傷つけるっていう、人を殴るっていうその行為を悪いと思ってない人。あと言葉の、まあモラハラっていうかな、言葉って人殺しますからね。本当に文字もそう、こういうインターネットのあれもそうやけど、コメントとかあのいろんなところの書き込みもそうやけど、それですごく傷ついてっていう事件もいっぱいあったやろうし、だから人とのコミュニケーションって本当に難しいから、ある程度自分も折れなかんし相手も折れなかんと思うし、それをなんか自分優先で相手のことを気遣うことなくやる人ってたまにおるけど、
あんまりそういう人は好きじゃないです。私、男性女性ともに、まあ、女性はあんまりおらんね、うん、女性はいてないわ。女性でかって殴る人、まあ今逆 DV もあるぐらいやから、私の知ってる人とか身近の人ではいないです、そんな人。これ最後の一個なんですけど、食べますね、最後の一個。でも今シニアで、今一人で一人暮らしとかされてて、アラフィフで誰かお相手探されてる方もいてると思うし、あ、バツ1、バツ2、バツ3おるんかな。早くコロナが収まって、その出かけられるといいんやけどね。出かけてそこで出会いがあると。婚活パーティーでもどっちかというとネットの中じゃなくて、実際に出会ってパーティーに行って、そこでどんな人か顔見れるし、声聞けるし、どんな感じで喋るんかとか。だけど、わからないですね。だから付き合ってみんと、この人ってどういう感じなんかっていうのは。これが終わったら雑談も終わりにします。今日も長い長い雑談になりました。今回はシニアの婚活、まあ婚活じゃなくても恋活、要は彼氏募集、彼女募集、シニアのおった方がいいと思います。私、あの彼氏さんとか彼女さんは一日一日に張り合いが出そうやし、こうもしも万が一ときめくことがあったら、こう、ああ何しよう今日の服とか、なんかちょっと楽しみ出るじゃないですか。何にもないです、そんなの。もう下着なんかどうでもいいし、下着も昔は上下揃いのやつで、もうレースついたやつとかつけてたこともあったんですけどね。これでも今はもう全くそんなん興味ない。どっちか言うたらもうパンツもちっちゃいパンツ履いてたけど、おへそまで隠れるような、こうガードしてくれるようなパンツがいいし、その方がなんかお腹もギュッと抑えられとるような感じ。ほんで昔はワコールとかそういうちょっと高めの下着につけてたんですね。まあセットで買うとすごい高いけど、まあそれのいろんな色を持ってて、あの貧乳の時に、でこうやって天使のブラとかっていうのもあって、あれどこやメーカーちょっと忘れましたけど、こうやって寄せて谷間作るみたいな。でも私谷間できなかったんです。ちょっと話すごい脱線しましたけど、それではそろそろ終わりの挨拶をしたいと思います。本日も最後までご視聴してくださった方がいたら本当にありがとうございます。長い雑談だったと思います。ながら的に聞いていただければ嬉しいです。それからインスタグラムの方もやってます。私のインスタグラムは非公開制になっていますので、なんか一言メッセージをくれたらすごく嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。